今永昇太、半袖でピシャリ。6回2死まで無安打無失点9奪三振となりました。すべて水原のせい。勝ち組がまさか今永だったとは。今永、ロッキーズに佐野いて笑った。現在、一勝ついてるのは今永昇太と松井裕樹だけ。内容良かったおめでとう。素晴らしい。おめでとうございます。ドジャースも今永取ればそこはスカートがダメだわ。カブスのキャッチャーポロポロしすぎじゃね。戸柱もセットで取ればよかったのに。週末がドジャース戦かな楽しみだ。ドジャース山本も大谷が打てば勝ちがあった。最初に良い印象を残せたから打ち込まれることがあっても井川扱いはされないな。ストレートは速さより質なんだな。WBC 組やっといいことあったな。何回にすげえ似合ってるし半袖かっこいい。カブス行った日本人選手は初戦がキャリアハイだからな。あとは落ちてくだけ。4年契約くらいがいいよね。ちゃんともらってるし。山本は全く通用しない疑惑からどの程度通用するかに格上げされただろう。相手が最弱クラスだったから楽だった。打線も打てないのでこれからがめちゃくちゃきついな。やっぱりレベルの高いリーグだと噂はと全然結果が違うんだな。今永先生、頑張ったな。ご視聴ありがとうございました。